えー、こんにちは、やひろです。えー、今回は、えっ、ー、と、昨日、んんと、20日かなちょっと今日何じゃっけえっ、ー、と、12月の、20日じゃない、22日の、ん22日にいただいたコメントの、えっ、ー、と、返信をしようと思います。えー、いつもコメントいただいている皆様、ありがとうございます。えっ、ー、と、じゃあですね、まずは、えっ、ー、と、昨日の、えー、2022年12月22日、 えー、コメント読みについた動画から、えー、3名ですね。えっ、ー、と、三連ドンさんから。えー、俺三上だお。一番の枝を、いつも自然体で爽やかな風のような好き店主さんのおしゃべり。なんとも心地よいです。毎日楽しみして、してますでごわすだお。ドーンですね。<laughs> これあの、あれなんですかね。YouTube でこう、だおっていうのは流行ってるんですよね。ちょっと僕言ったことないんですけど。なんか結構言ってる人多いんで。うん。 なんか、それが普通なのかなって感じなんですけど。これ、あの、あ,あれ二番目だったってことで。多分、一番最初、松本さんがコメントした気がするんですけど、消えてますね。はい。えー、っと、三連動さん、あります。えー、っと、そうですね。いつも自然体で爽やかな風のような好きン主さんのおしゃべり。いや、ちょっと風のような、なってるかわかんないですけどね。ちょっと、まだ全然、あの、不安だらけというか、もうこんなんでいいかなって感じなんですけど。はい。あの、皆様の応援で、えー、頑張ります。 今日ですね、もうめっちゃ寒くてですね、あの雪降ってます。あの、雪の中、4本撮影してきました。もともとレッスンだったんですけど、あの、雪で、あの、まあ、その子供なんですかね、休校、ん雪で子供の学、子供がいるお母さん,んですね、その学校が休校になっちゃうってことで、休校になるかもってことで、えっと、キャンセルになったんですけど、まあ今日は大丈夫そうでしたね。はい、じゃあ次行きます。えっと、 ip テニスコンサルティング、UVP さんですね。えっと、テキストなら16分もかからないはずってことで。はい。えっと、確かにですね。テキストだと16分かからないです。かかんないんですけど、えっと、これ、ま、いやらしい話ですね。まあ、コメント読みをして、まあ、これも収益になるので、はい。まあ、どうせやるなんですね。えっと、まあ、皆様がこう、皆様がっていうか、僕がこう長くできる、えー、状態に仕上げたいなと思ってですね。えー、そんな感じでやってます。あ、ハートつけるの忘れてたんで、今つけてます。サンデンドンさんと。 なんで、コメント返しは、まあ、できる限り毎日やっていこうと思ってますけども、こんな形でいかせていただきます。はい。じゃあですね、えっ、ー、と、トホビッツさん。えっ、ー、と、コメント返し動画いいですね。確かに文字打ちよりいいのかも。いつか私は真似しようということで。はい。真似しましょう。あのー、楽ですよ。めちゃくちゃ楽です。ほんとね。なんかこう、まあ、コメント来た時って、まあ、その時に返せればいいんですけど、なんかこう、なんですかね。こう、携帯見てなくて、見たらこう、例えば10件とか取,取れてると、 あこの10件ちょっと今から返そうと思うと結構気合い入れないといけないんですよね。その気合い入,れた入れないといけないんですけど、文字打つよりも100%動画の方が楽なのかなと思いました。うん。まあ、やってみて、どんぐらいかな。はい。まあ、全然、あれですけど、5分の1ぐらい楽な気がします。なんで、あの、真似してみていただければ、いいところは全然クあの、どんどんパクっていきましょう。はい。じゃあですね、次、えっと、昨日あげた、あの、フォアハンドの高い点、スリーポイントってことで、 えっと、その動画についた、えー、コメントを読んでいきます。もう上から読んでいきますね。えー、っと、4時間前。4時間前今9時なんで。5時ぐらいか。えー、っと、た、んたけとさん。たけと0330さん。3月30日の誕生日なんですかえー、っと、目、目から鱗ですね。耳にかなってます。ってことで。はい、あります。まあ、ちょっと僕が、そうですね。まあ言いたいこととしては、 あの太い関節を使おうっていうのと、あの、重さってこう、やっぱ下に落ちるもので、この下側にどうやって力を使うかなっていうのを考えたやつね。あの、全部こう、地面を蹴ってとか、腰回してとか、こう、地面、あなんですかね、重力に逆らおうとすると、力が入るんだけど、苦しいんですよね。なんで、あの、下に向かって力を使える動きっていうのと、うんと、まあ、太い関節をメインに。これですね、あの、 今言ってるんですけど、体のこう作り方って一緒ですよね。皆さんあの、例えば、そのよくですね、人それぞれ違うからって言うんですけど、骨組み一緒なんであの、結構お客さんに言ったりするんですけど、例えばですね、えっと、まあ、肩を使って、じゃあ腕を振りましょうって言ってるんですけど、それってなんでかっていうと、肩が一番太いからですよね。太いからっていうのは、その例えば指、指と手首と肘と肩ってこう、4箇所じゃ腕で分けるとしたら、 えー、そん中で一番太いのは肩ですよね。これって、誰でも、まあ、変わんないというか。あのー、まあ、例えばですよ。あの、じゃあ、僕が教えてるお客さんが、肩がめちゃくちゃ細くて、手首めちゃくちゃ太かったら、もしかしたら手首を使った方がいいですよって言うかもしれないですけど、あの、そんな人いないんで。あとはその曲がる方向性。例えばその、あのー、打ち方をこう、うん、みんな同じようにできないって言いますけど、例えば肘がこう、僕はこっち曲がるけど、あのー、 他の人が例えばこっちじゃなくて反対にこう,こう折れるんだったら、あの、打ち方ちょっと教えれないんですけど、あのそんなことないんで、はい、打ち方は皆さん、あの、理にかなった動きでやった方がいいんじゃないかなと、えー、思ってます。はい、じゃあですね、えっと、次いきます。えー、谷島俊明さん。いつも丁寧な解説をありがとうございます。えー、腕力に耐えることなく、私も同じように腕の重みをうまく利用して、 打球すすするよう指導ししししてておおりりままこれかららも素晴らしい動画の配信を楽しみにしておりますありがととうございいましたということであの、これ、指導者の方ですかね。もしかしたら、あの、指導者の方からのコメントっていうのは初めてなんじゃないのかなと思います。いいですね。あの、腕力に耐えることなく、あの腕の重みをうまく利用して打球するように指導しますって、あの、もうそういうコーチがいっぱい増えた方がいいんじゃないのかなと、えー、思ってます。 確かにですね、その、あの、人によっては、人によってはというか、こっちの方が多いんじゃないかなと思うんですあの腕の力より足の方、力の方が強いじゃないかっていうんですけど、あの、ラケットを持ってるのは手なんで、手っていうか腕なんで、あの、その腕が使いにくい状態になっちゃダメなんですよね。確かにあの、足、ま、蹴ってもいいし、腰を回してもいいと思うんですけど、それに対して腕が、ラケットがこう、ついてこれないというか、全然操作ができなくなるんだったら、使わない方がいいんで、 特にその力が、力に自信がある人はいいと思うんですよね。男性の方で、あ例えば、まあ、すごい自信、力、腕力に力あるよん、腕力に自信があるよっていう方は、足でこうバシンと蹴っても、腕でこう無理でりカーンって持っていけるんですけど、ただまあ持っていけるから怪我するんですけど、まあちょっとそこだけ注意していただきたいですよね。はい、コメントあります。初めて、初めてのコメントじゃないかなと思うんですけど、えー、コメントいただきありがとうございます。初めての方嬉しいですよね。 はい。じゃあ次行きます。えっと、砂親さんからですね。とてもわかりやすくて参考になりました。ありがとうございました。ということで、これわかりやすかったですね。ちょっと僕は動画上げるときに、まあ、こんなんでいいのかな。ちょっとクオリティ心配だったんですけど、まあ、参考になったのであれば、えー、すごく嬉しいです。まあ、ちょっと、まだまだ、今からのグレードアップしていくんで、楽しみにしてください。ちょっともう、今まちょっとクオリティが低すぎるということで。じゃ次ですね。えー、っと、えー、っと、テニスプッピーナさんからですね。 この方は、あのー、まあ、おそらく僕の知り合いというか、お客さんなんじゃないか。ちょっとわかんないです。なんか予想では男性のお客さんじゃないかな。と思ってるんですけど、お客さんなのか、もともと見てた方なのか、ちょっとわかんないんですけど、えっ、ー、と、全部の動きに共通することがたくさんありますね、ということで。そうですよね、あの、前哨ってやっぱ共通させたいんですよね。なんかこの、フォアはフォア、バックはバック、ボレーはボレーってこう、全部例えばですよ、えっ、ー、と、違ったらわかりづらいですよね。 僕も覚えるの大変だし、お客さんも覚えない。例えばですけど、フォアが、こう、じゃ手先を使って、こう、無知のように振れって言っといて、バックは、どちらかこう、棒を振るように、しっかり、カっち固めろって言われたら、うーん。どうっすかね。僕、それめちゃくちゃ嫌なんですよね。なんか、あの、ォアとバックは、なるべく、あの、ォアは得意なんだけど、バック苦手だったっていう、まあ、僕はにそういう人間だったんで、なるべく同じよなったんですよね。まあ、ォア、ん なんだろうフォア調子いいときはバック調子悪いみたいな。だからそういうの、その、どっちかの差が生まれるのが嫌だったんで、あの、なるべくどっちも同じようにしたかったんですよね。したかったというか、した方がいいですよね。なんで、えっと、まあ、なるべく共通した方がいい。なんで、あの、例えばプロの選手でいうと、例えば西恋選手がすごいですよね。フ,リップがまあ、フォアハンドのグリップがめちゃくちゃ熱くて、どちらかこう、まあ、脇締めてグランとこう、への字を作って打つような感じなのに、バックハンドはどっちらかラケット立ててこう、 逆への字で打つような感じで打つ方もいるので、まあ一概には別にあの、その人がやりやすければそれでもいいかなと思うんですけど、まあ悩んでる人がいるんだったら共通した方がいいんじゃないっていう、まあ僕の考えです。はい。まあ、共通させた方が、まあ、うまくいかなかった時に戻しやすいんじゃないかと思います。はい。じゃ次きます。えっと、三連ドンさんから。雨の中、ありがとうございます。説明はかなりわかりやすかったです。うまくできなかった。 ままた質問しますということで、はい、この日雨でした。あの映像だとですね、あんま降ってないように見えるんですけど、割と降ってるんですよね。土砂降り止まりはいかないけど、まあ大粒の雨というか、はい。なんで、膝をこうついて打ってる、あありますよね。あれ、もうズボンの膝が、ね、あびしょびしょのよりました。はいえっと、説明分かりやすかったですからね、ちょっと全然そんな感じに自分は感じないんですけど、はい、もっとちょっと分かりやすく説明できるように、えー、どんどん動画を撮って頑張っていきます。 はい。じゃあ次いきます。えー。チャン・アオさん。この方、そうですね。今までも結構コメントいただいてるんですけど、これは神回ってことで、神回か。なんか恥ずかしいですね。なんか僕の中ではこう、うん、神回感がないんですけど。まあでも、ただですね、やっぱそのフォアハンドの高い打点って苦手な方っていうのと、気になってる方、どうやって打ってるのか気になってる方結構多い気がするんで、 うですねまあ、本当はですね、もっとこう説明が、うん、バッチバチにこう上手くなってから、フォアハン高い打点行きたいなと思ったんですけど、はい、まあ、ちょっともう、はい、あの、ドンさんに申し訳なかったんで、早く上げました。まあ、また、あのー、注意するとこって他にも全然あるんで、また上げたいと思います。じゃあ次、松本さんからですね。えー、高い打点の打ち方伝わりましたよ。重さは下ですね。ハイブレーと同じですよね。どちらにせよ。基本のフォアハンのが大事ですね。はい。 えー、伝わってよかったですそう。重さは下なんですよね。あのー、とにかくやっぱ怪我しないために、まあ、さっき言ったんですけどね、えっと、怪我しないためには、まあ、体の、まあ、作りと、重さの向きっていうもう2点セットで、まあ、あとはそれに対して、あ、それに対して、それと、うん、点数に対して合ってるのかっていうのが、うん、結局やっぱここに、かあのー、ここなのかなと思ってます。はい。ハイボレーと同じってことで。まあ、ハイボレーもそうだし、まあ、他の、 あの、まあ、バックオンにもそうだし、あの、似てるとこがすごく多いですよね。まあ、ちょっと他の人とまた解説したいと思ってますけど。今日はあの、動画で、さっき撮ってきたのが、なんだっけな、えっ、ー、と、二度引きを防ぐ方法と、うんと、脱力なんか必要ないっていうのと、えー、両手バックハンドを安定させる方法みたいな、動画、あの、作、作ったっていうか、撮影したんで、まあ、今日はですね、まあ、皆さんのお悩み、えっ、ー、と、二度引きを防ぐ方法 げ、えっと、げようかな夜上げよううかかなな夜と思ってます楽しみにしていただければ。じゃ次いきます。えっと、トコビッさん、えー。私どうしても高いラテの時、えー、肩付近で、えー、手とラケットが地面と平行にな,なるのですが、良くないんですかねってことで。あの、これ全然いいですよ。全然いいんですけどあの、ちょっと高いラテで説明してないとこあったんですよね。してないところがあったというか、 あの、まあ、いいか。あ、ちょっとすいません。僕の手がラケットだとして。わかるかな手、手がラケットちょっとかなちょっとまたリセッシュを。えっと、平行にしてですよ。あの、最初こう準備したときに、ちょっとボールが、あぼらった。ボールとラケットの高さを合わせたとして、 本当はですね、ここにドックパッドを入れたいところなんですけど、えっと、ドックパッドまで進めるとめんどくさかったんで言わなかったんですけど。で、えっと、手がこう上がりますよね。手がこう。上がるんですけど、この時に、こう、肘を曲げた手が上がるんじゃなくて、腕が伸びた手を落とし、あん腕が伸びた手を上げてほしいんですよね。で、腕が伸びた手が上がったら、その上がった腕を落としたい。なんで、えっと、打ち終わりが、あの、ラケットをこう上に振ってる人って、 脇を開けた後に、こう、脇が、脇を開けたあの脇が開いて終わるんですよ。こう終わるんですよこう。口をこう覆うようなこう、咳をする時の口を覆うような感じで終わるんじゃなくて、どっちかって言ったら、あの、左腰の方にこう、あ胸が閉まるというか、お腹が閉まるというか、こういうふうに落としていって打球が終われれば、あの、その前に平行になるのは全然構わないというか、もうむしろ平行になった方が、あの、落とせ、ん落とせる状態 手とラケットが地面と平行。手とラケットが地面と平行。打点と手とラケットが一緒ならいいですね。まあ、そこをちょっと見ながらやっていただければ。とこ一さんのも質問って、ここでよかった、はい、じゃあ次ですね。えー、っと、青城さんから。はい。青城さんもいつもコメントあります。えー、三連ドンちゃんと仲良しだよ。あ、だなかの、ん仲良しだよドーンってことで。はい。 あのー、コメントがこう盛り上がってるんで、こう楽しいですね、見てて。まあ、ちょっとこのあの会話だったりは見ていただければと思いますけど。はい。まあ、大城さんもあの、今までこうコメント見たら、あの、55件いただいてるんですけど。あ、そうかそうか。こうあの、前回のやつで、あのー、症状を2枚もらいましたって言ってましたよね。これ結局、優勝だったのかな。そこはちょっとわかんないんですけど。はい。まあ、皆さん、そうですね。こう 僕のこのコメント欄で、あのー、コミュニティができればですね、こう、うん、気の合う仲間ができるというか、同じような考え方の仲間が、えっ、ー、と、一人でも多い方があの、練習のモチベーションも上がると思うんで、もしかしたらそれ、それによって、一緒に練習することもあるかもしれないんで、まあそういう、なんていうか、まあご縁も、あの、大事にできれば、そうですね、言ったら僕が動画を開けてなかったら、もしかしたら、出なかった可能性もありますからね。 あ、そら、そうだあの、どのショットが苦手ですかっていう、あの、アンケート機能のやつで、あの、機能ですね。EVP さんからの、ボレーがノーバウンドで受け、あ、ノーバ、ボレーがノーバウンドで受けなきゃだから、きついぜってことで。EVP さん、ボレー苦手なんですかねなんか、そんな感じに見えないんですけどあ。ストロークが好きっていう感じがしますね。というか、あの、シングルスが好きっていう、あの僕とあの同じパターンなえー、っと、気がするので。 これで、全部読み終わりました。多分。ちょっと読まれてなかったら、あの、すみません。教えていただければ。多分大丈夫と思います。あのー、雪が降ってきました。ちょっとわかるかなあ、間違えた間違えた。こうか。今、雪降ってるんですよね。映像だと、ちょっと全然わかんない。わかんないんですけど、えっ、ー、と、もうちょっと外出たくないんで。 えっと、ドア開けません。はい。じゃあ、すいません。今日は、あ、見えるかな見えますよね、これ。あ、んどうだここ、こうか。こう、雪降ってる感じ。はい。まあ、皆さん、あの、風邪ひかないんですね。もう、風邪ひいたらですね、もうなんかめんどくさいですよね、今。熱がもしあるっていうだけで、なんかお仕事に行けなかったりする方もいると思うんで。風邪ひかない、頑張りましょう。僕もあの、風邪で休んじゃったらですね、 あのー、収入に直結するのとお客さんに迷惑かけちゃう、はい。そんな感じです。じゃあ今回の動画は以上です。ありがとうございました。